こんにちは、実況女神です。それでは前回の続きから館の中をプレイしていきたいと思います。実は衝撃の事実なんですけれども、アサルトショットガンを持ってると思ったら持っていなかったので、ちょっととりあえずグレネードランチャーを装備して今この中を歩いています。このなんだろう、フクロウみたいなのが見張ってるんですけど、まずはこれ動かせそうなので、前回来た時にアイテムだけ取るところまで終わっています。今度はもうちょっとかな、あそこの上に光るものがあるので、それを撮りたいと思います。固定されてて撮れないんだって。どういうことだろう。端までついちゃったよ。このね、見張りがついてるのがいけないんだと思うんだけど。あ、取れない。固定されてるって。気づかれちゃった？あ、取れた取れた。この見張りが来る前に取ればいいのかな？お、ここは四角なんだ。取れる？あ！取れるかな？あ、降りちゃうね。ちょっと場所がちょっとミスっています。あ、降りちゃった。どうしよう。まずこっちに見てもらいつつ急いで戻って、あ、ダメだ、降りちゃうね。で、ちょっと場所をもう少し真ん中に動かしたいと思います。よし、もう一度挑戦。まずは、お、切り替わるからどっちに押していいか分かんなくなっちゃった。で、真ん中にやって、そしてこの鳥をこっちに向かせると。で、隠れながら、わ、見つかっちゃう。早く。固定されてるってダメだ。この鳥がこっちを向いて、あ、取れた取れた。難しいね。なんとか取れました。これでこの部屋は終わりかな。じゃあ次、どこに行こうかな。まだ行ってないところこの階にあるので、ちょっとじゃあそっちに向かってみようと思います。ちょっと地図を見ながら進みたいと思います。まずは左だよね。左に進んで、
わあ、この音楽怖いよ。これで、左じゃなくて右にちょっと行って、右にちょっと行って、こっちに進むと。わあ、怖い。ここいつもびっくりしちゃう。で、一番前か。ここかな？わあ、なんかいるよ。もうちょうどゾンビ来てたけど、逃げるようにして入りました。とここあれかな、前取り損ねたものがある。あ、ここは大丈夫だ。そしたら出たら突き当たりを左。ゾンビ来ないでね。突き当たりを、あ、逆？危ない。あ、ここ開かないんだ。わ、やめて。うわ、すごいいっぱい出てきた。エレベーターか。どこに行くんだろう。あ、ここに出てきたよ、また。前回雲を倒さず来ちゃったから、雲を倒した方がいいかな。どうしよう、ゾンビだ。ナイフ持ってたんだ。よかった。反対の奥は？ここ前来たもんね。アイテムはないかな。わあ、いる。こっちかな？こっちだ。でもアイテムは特に落ちてないね。あ、どうしよう、いた。でもちょっと食らっちゃったのかな。お腹押さえちゃってる。あ、ポイズンだ。持ってないよ今。毒消し持ってないよ。うわ、また毒が。ポイズンだ。倒そう。倒せた。まだ赤くなってるこの部屋。謎が残ってるのかな。アイテム忘れてないか、ちゃんとチェックしよう。
あんまり歩くと死んじゃうな。アイテムはないかな。どっちだろう。こっちゾンビいるからな。まだ大丈夫。来た。逃げて。もう危ない。ここの辺にも何にもないな。よし、一回ちょっとね、毒を抜きに戻らなくては。ああ、大丈夫、ジル。わ、やばい。とりあえず回復だけしておいて、じゃあアイテムボックスのところに頑張って戻ろうと思います。来てるよ。わわ、やめて。うん、どっちだ。あれ、行き止まり。しない、行き止まりだ。ぐるっと回るのか。ぐるっと回る。ここだっけ。あ、間違っちゃった。急いで出たらここだ。わあ、この音も怖いね。まっすぐ行って突き当たりを右、まっすぐ行って突き当たりをこっち。育ってる。早くしないとポイズンで死んじゃうよ。まだ大丈夫だった、よかった。ここだね。大丈夫？もうちょっとだからね。よし、ついたついた。ではポイズンを回復してまた続きやりたいと思います。ご覧いただきありがとうございます。